小野組は明治に入ってからの通称で、初代、小野善助に始まり、伊豆津屋を名乗った江戸時代の豪商、伊藤アップ商人、数多くあった文家との区別を図るために、その名前から、特に、全員とも称す。小野家は、初代新四郎即州が、甲州高島郡大溝で、陸の物産とか新潟の物産を交易していたと、される。1662から63年頃次男の主、 これが森岡に下り、大宮と称し、村井ゴ兵衛を名乗った、老いの子供である、森岡高屋町の井筒屋の小野千助、京都の鍵屋の小野ゴン門、南部森岡で、本院の祖になった小野聖助らがこれに協力した。小野一族は、上方から木綿、古手などの雑貨を運び、欧州から砂鉄、紅花、資本を上方に送り、物産交易を営み材を成していった。 京都の井筒屋善助、鍵屋ゴンゲモンらは、南部からの仕入れ店であったが、1776年幕府の金銀おかわせお用達となり十人組に加入し、おかわせ名目金を自己の営業資金に従用し、京都では和イト、木犬、紅花問屋を、江戸では下り油、下り古手、栗綿問屋、森岡では木綿商、古手商、酒造業を営んでいた。 江戸の,の組は、日本橋本国町に河瀬会社を置き、日本橋田所町に油店を持っていた。1866年1月に、明治政府は財源確保のために、金国水筒書を設けた際に、三井三郎助、島田八郎財門と共に、小野善助を金国水筒御用達としよく慶応4年1月には、水筒書を河瀬御用達に任じた。1870年、 小野やが本社機能を京都から江戸へ移そうとしたところ、長州藩出身で京都府県大三次の牧村正直によって、為替業務に制限がかけられた。これにより小野やの業務は支障をきたすようになり、小野やは少しでも業務を簡潔にするために、文家三社と合併、以後、小野組と名称を変える。江戸新平木戸高吉それでも、業務の煩雑さは解決されなかったことから、 1873年4月に、小野組は、京都府庁へ転籍を申し出るに至った。小野助次郎は、神戸へ、小野前衛門は、東京への転籍を希望したが、京都府庁はその届け出を処理しなかった。小野組は、当時、すでに全国28の支店を持つ、大商人であり、租税収入の減少と県納金の喪失は、京都府には受け入れがたかった。神戸への転籍が受け入れられなかった。 小野助次郎はやむなく京都裁判所に、創籍命令を出すよう訴え、小野千衛門もそれに続いた。当時の明治政府は、封建体制の範である、移動の禁止を否定していたことから、戸籍制度を導入するにあたって、移転の自由は認められていた。しかし、京都裁判所は、京都府への遠慮から、訴訟を受け取りながら、裁判を行おうとはしなかった。 この行政と司法の癒着に激怒したのは、司法卿江藤新平だった。担当の裁判官は更迭され、代わって派遣された、北畠春夫佐は、小野組の戸籍の送付を命令したが、これでも問題は解決しなかった。当時、京都府において、長州罰が形成されており、京都府及び知事長谷信厚、第三次、牧村正直は命令に対して、 政府に伺いを立てている途中だからと裁判所の命令に服そうとはしなかった。京都裁判所は、この京都府の対応を見て、受け入れを迫るとともに命令に服さない場合は6円の賠償金を知事と第三人に納付するよう命じる。それでもなお、京都府は前回と同様の理由で速やかな対応を拒否した。さらに、政官論をめぐる一連の事件によって、江藤新平がゲアするに及び、 事態はますます膠着状態に陥りつつあった。しかし、その方を無視した京都府の対応に、明治政府から疑問の声が上がる。声を上げたのは、長州出身の文部教、木戸高義だった。木戸は、知事、長谷信厚に裁判所の命令に従うよう説得を始めた。京都裁判所の北畠春房もより厳しい態度で、京都府に臨むようになり、 1873年12月31日、知事へ対して、懲役100日もしくは食材金40円。第三次に対しては、懲役100日もしくは食材金30円という命令を再度下し、両者がこれを守らないと見るや、第三次、牧村正直が東京に出た木に身柄を拘束、ついに習慣に至った。知事、長瀬信厚は、司法の強硬な手法に同様、 ついに木戸の説得を受け入れ、翌1874年、ようやく創籍手続きが取られて、小野助次郎、小野前衛門両名の希望は叶った。築地静止状の様子を描いた浮世絵、歌川義虎が、1872年1871年の廃藩地検以後、三井、島田、小野三家の交わせ方は、府県方と称し、三府72県に支店。 出張商を寄こ金の収支に従事していた。小野組は為替せ方であることによって、多額の金を無金利で運用して、キート貿易を手掛け、また1871年には、築地キート商を創立。その後も前橋製紙場をはじめ、長野県各地、福島県、日本松などに製紙場を経営し、また、釜石、院内、兄など、東北各地の鉱山経営に着手した。 キート取引は、古川一兵衛が、川瀬店は、小野吉江門が統括していたが、1872年、渋沢栄一の仲介によって、三井組と共同で、三井小野組合銀行を設立するが、三井組は、独自に金融機関を設立、三井組は規模を拡大した。小野組は、1873年には、全国に四四十四、支店40よ。 大阪府の外28県と為替契約を結び、三井組を凌駕していたが、1874年になって、政府の為替方に対する方針は、担保額の引上げなどの一方的な金融政策の急変によって、小野組は御用御免を願い出て、資金全部を大倉省に提出して、生産をし、1877年6月処分を完了した。岩手県で、 はじめ県以来、政府の公認を得て、年貢金及び、換金の交わせ方を、東京、田所町の小野善助の出店である森岡、五副町の小野善十郎に取り扱わしていた。1874年11月20日、小野善助は、県御用達免除を出願、同27日には、森岡の小野善十郎も同様出願して、県交わせ方を閉店した。 1884年9月、小野組の権利義務を移して、小野商会を創立し、1897年頃まで営業を続けていたが、その後、解散した森岡に定住し、七夜、酒、味噌、醤油の販売を行い、森岡、八戸平の雇用商人として雇用金を引き受け、戦札の通用、おさ、サードザンなどにも関与した。森岡の小野組は、 現在の森岡市魚町、岩手種類、卸株式会社の地にあった。現在も当時のレンガ米の一部が残されている。また、水保銀行森岡支店に隣接して、当時の蔵が一棟ものみ残されている。小野組の破産後、政府交わせ方として、国立第一銀行森岡支店が開かれると、支店長には、渋沢栄一のいとこで義兄である、小高順宙が配されたが、 この銀行も破綻した。代わって同じく渋沢が設立に関与した仙台の国立第77銀行を森岡に圧線。岩手県の公金が林県の宮城県を本拠にする銀行へ流れることに反対して地元有力者によって森岡銀行が設立された。なお、森岡小の組が排出した人物は次の通り、ありがとうございます。